皆さん、こんばんは。あ、もうゆうぞうさん映ってるので。油断できない。ということで、大丈夫ですか？大丈夫だ。誕生日配信大好きマン、トリチなので、今日は、今の。栗原ゆうぞうさんのバースデー配信やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。いや、ゆうぞうさん。なんと、ゆうぞうさんがもう、40歳ということで。ねどうですか？なんか、お気持ちに変化ありましたか？え。変化は特にないかな。あっちゅう間、ちょっと前になんか30歳で大台に乗ったみたいな、なんか男は30からみたいな言ってたと思ったらもう10年過ぎて。まあでも、その10年の間にはね、引退したりとかいろいろあったから、まあ変化はあったけど、個人的ななんかこう気持ち的なところとかは、特になんかあんま変わんないような気がするけど。なんか、この間、18日、ゆずさん誕生日だったじゃないですか。で、なんか僕の SNS にもゆずさんおめでとうございますみたいな、たくさん出てて。で、ゆずさん40歳になったじゃないですか。なんか僕が、ゆずさんがもう40歳か。僕も年取ったなって思いました、なんか 人の年齢でなんかその年齢を感じるようになってきました、最近。まあ、トリチと最初、トリチはだってマリノスに最初入った時、まだ23、4。僕21からいたので、あ、いきなりいた。だからゆうぞうさんが32、3ですかね。32、3か。はい。じゃあまだ、その年ではないっていうか、トリチもね。その年だね。もうこれめかちゃらだくね。ちゃ怖かった。いやいやいや、怖めくちゃないでくちゃ怖かったっす、あの時は。しょ。本当に。いや、なんか、怖かったっていうか、皆さんオーラがすごかったです。まあ確かにピリピリっていうかね、勝負の世界だから、みんなピリピリしてるっていうところもあるし、まあトリちゃんが年が若くて会社に入って、結構大変だったようなイメージはあったけど。まあ、ちょうどそうですね。その時期でした。ちょうどその時期でしたっていうのなんですけど。はい。まあまあ、なんかまさかね、年月が経ってこんな風にゆうぞうさんと配信してるなんて、思っても見なかったです。ちょっと、付き合わせちゃった。なんか、めちゃくちゃ DM 来て、ゆうぞうさんの暴露話引き出すの待ってますってすごいコメント来ました。ないよ、別に暴露話なんて。ほ爆とんど弾喋っ話、て爆弾引き出してくださいって。どういう系の？いや、どういう系のって僕に言われても、僕なていかなうか、かこっ引きち出がしづ引きら出いんさですれよ。る方でしょ。いや、確かに。なんか視聴者の皆さん、ちょっとコメントで、どしどし、ゆうぞうさんに聞きたいこと、教えてほしいことあったら、今日は絶好のチャンスだと思います。ってことで。みんな、あれでしょ？トリチはだって、選手と配信とかちょこちょこしてるんじゃないちょくちょくしてます。半年前のたじたじ感はちょっとなくなったと思うんですけど、どうですか？そうかな、なんか、まあ結構トリチと連絡取ったりとかあったりしてるから、なんかこう、改めて話すことあんまないから、だから今実際フリートークで始めようっつってもあんま喋ることなくて、確かに 半年前のが新鮮だったんじゃねえかっていう感じがする。確かにそれは間違いないです。なんで、ね、今日は視聴者参加型で盛り上げていただいて、確かにそんなないっすね、話すこと。あ、そうね、ここでね、話すこと。まあ、いろいろ話してるけどね、普段ね。ただ、ここで話すような感じの話ではないよ。誕生日
こんな人からお祝いメッセージが届いたとか、なんかあります、うん、ちょっと皆さんがおおってなりそうな。まああれだよね、やっぱりそのマリノスの人がやっぱ見てるのが多いだろうから、まあやっぱキーボーなんかはね、 LINE メッセージくれたりとか、試合前だったけど、あ、試合前か、うん、試合前ね、おめでとうございますって毎年くれるし、まああとその近い世代で言ったら、今ね、鳥栖の強化部長やってる小林雄三とか、あと中町とか、あの辺とかもまあおめでとうとともに、なんか町なんかはザンビアからあのプレゼントかなんか送ってきてくれて、なんだろうな、結構怖いじゃん、ザンビアから、なんかこうザンビアからのプレゼントって全く想像つかないし、何なんだろうなと思って、恐る恐る開けてみたら、普通にヨドバシで買い物して、それをなんか間接的にうちに来たって。え、郵送でですか？郵送になるのかな、まあ、あの知り合いの家を一回噛んで、それを渡されたんだけど、へなんか、ま、あの、マチ君からですって言って渡されたんだけど、マチ？と思って、はい、何が入ってんだろうなと思って、結構興味津々だったんだけど、普通にかっこいい、なんかスピーカーみたいな、なんか、ヨドバシカメラって書いてある。ないんすか、実物。実物はね、あるな、あるけど、まだ箱の中だな。まだ箱の中っていうことで、ね。おしゃれなさ、街らしいおしゃれななんか、スピーカーだ。確かに。うん。街さん、確かにスピーカーとか、そうっすね、うん。センスありますね。そうね。まあ、もう40歳だからね。あの、誕生日おめでたいっちゃおめでたいかもしれないけど、なんか昔みたいに誕生日だからはしゃごうっていう、もう気持ちにはならなくなった。何してたんですか、誕生日の日を。誕生日はね、実家にいてね、ちょうど日をまたぐときはね、ラグビー見せた。早朝のですか？早朝じゃない、だって日をまたぐときは12時のとき、カットダウンみたいな。ラグビーですか、うん、そうそうそう。あんまりね、なんかその、お祝い事とか別にきっちり、なんかやるタイプじゃないから、まあ後日でもいいし、別に前でもいいし、そんなにこだわりもないし。だから今日ね、あの、今日になって家族とご飯食べ行ったりとか。ああ、そうなんですね。とかそういうこともしたし。あの、ずっと僕たちがクラブでやってた LINE ライブから支えてくださってたウーゴさんが、うん。マチさんからの誕生日プレゼントはナンクワチャって来てますけど。ナンクワチャだろうね。あの、レート忘れちゃいましたね。さ、クワチャ、1クワチャなんかいくらだったの？ 3 円とか。3円じゃねえか。1クワチャめちゃくちゃ安いんですよね。安いんだっけ？え、安いんじゃなかった。練習の時スピーカー、あ、そうだね。7円でした。1クワチャ7円。7円。かけの中じゃ。なんか、あ、そうね。あと誕生日ね、今ね、あの LINE のメッセージでプレゼントく、あの送れるじゃん。はい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 。あれをね、結構いろんな人がね、スタバのとかくれてね、あの、意外にそういうのもね、普段なかなか会えない人なんだけど、気持ちだけでもくれる、なんかすごい嬉しいね。確かあれすごいいいっすよね。うん、あのいい機能だと。そうそうそう、本当に普段なかなか会えなくてもなんかすごい嬉しいし、でまあ高価なものじゃないのかもしれないけど、自分もなんかこう LINE で誕生日の人がいきなり出てきたりとかするじゃん。うんうんうん、そういう時になんか送ったりとかして、まあ何気なく送るけど、自分も返されると結構嬉しいもんで。でもなんかもったいない病だから、なんか使わないで貯めとくとそのまま有効期限切れちゃう。いや、そうなんですよね、あれね。結構意外とね、
ギリギリになんか無駄に飲むみたいな、うん、ありますよ。コメントで帰ってきた飯倉選手とのエピソードありますかって来てますけど、エピソード、飯倉選手のエピソード、飯倉選手とのですかね。あのね、1ヶ月前ぐらいかな、たまたまオフの前かなんかにひろきとケンユウと3人で飯食いって、で結構面白かったっていうか、久々になんかゆっくりひろきと飯食ったし、ケンユウとは結構初めてじっくりこう話したりとかしたから新鮮だった。どんな会話するんですか？うん、サッカーの会話もするし、なんかいろいろなんか面白い、盛り上がって、でそこのお店結構行くんだけど、ケンユもこっち来て、あのそこ気に入ったみたいで、また行きたいっつって、後日予約取れますかって言ったぐらいで、結構気に入ってたみたいで、場所はなかなかちょっと言えないですけど。確かに、うん、そうだったんですね。結構ね、なんかみんなね、横浜帰ってきてね、アデもね、アデミューソンもね、今日連絡来て、横浜帰ってきたぜみたいな、なんかそんなようなので、ベイスターズの試合見に行きたいんだけどとか言って、結構ね、それこそエリキなんかもベイスターズの試合よく行ってましたよね、うん、結構、うん、実はね、野球好きなんだね多分ね。いやいや、そうだったんですね。さっき、うん、キーボーからお祝いのメッセージ来たって言ってたじゃないですか。うん。マリノスの後輩で連絡来た人来なかった人って言います。来た人来なかったし、マリノスの後輩はね、今はもうね、一緒にやった選手も少ないから、連絡先自体もあんま繋がってないし、うん、別になんかこっちもそういうのもあんましないから、まあキーボーなんかはもうずっとね、10年以上前から知ってるから、あれだけど、まあでも後輩からちょこちょこキーボーに限らず、おめでとうございますってメッセージ送ってくれる人、くれる子がいたけど、やっぱ嬉しいよね、それはね。普段なかなか会えないけど。何話しましょう。ん？何話しましょう。何話しましょう。コメント募集中。AJ からメッセージ来ましたか。AJ、あ、アマジュン？はい。アマジュンはね、あ、トリッチの方がいいんじゃなかったっけ、アマジュンと。あの、はい。可愛がってもらってます。うんと、ジュンはあん、ジュンな、そういうのあんましないな。結構そういう話はあんま聞かないかな。うん、まあだからあれですよね。うん？そういうタイプじゃなくない？ジュンってなんかあんまり。いやー、わかります。なんか、うん、なんていうんですかね。なんだ、どこにでもいる、どこにでもいるではちょっと違うけど、なんか、うん、別に。仲間外れではないんだけど、うん、どっかのコミュニティに属してるって感じではないっすよ。そうだね、一匹狼じゃないけど、どっちかといったら後輩とかと一緒にいる方が好きなのかもね、純ってね。あ、もしかしたら面倒見いい方なのかもしれない、ね、マイペースだからやっぱ先輩に合わせるのちょっと気使っちゃうのかもしれない、ね、確かに。でもショーとかと仲良かったよな。仲良かったたっすね、あそこは。二人でなんか飯行ったりとかしてたしね。ホンミョンビョと喧嘩してその後心配してます。あ、なんか出てましたね。うん、まあいろいろね、やっぱプロだから契約のこととかまああるだろうし。まあでも普通は選手がまあどこ移籍しよう、まあそういう約束してたりとか、そういう師弟関係みたいな感じで。なんか来年も一緒に頑張ろうなみたいな話になってたんかもしれないけど、なかなか日本とかじゃありえないっていうか、移籍
したところでやっぱそれ尊重するっていうのが結構基本で、監督がどうのこうのってああいうふうに言うっていうのはなかなかないパターンで、だからよっぽど順がなんか不義理だったのかもわかんないけど、でもだとしてもあんまりそういう監督とかがそういうこと言うことってあんまない気する。なんか珍しかったですよね、あんな両者から、結構本当に具体的な話っていうか、そう、ね、何が本当なのかよくわかんないなみたいな。まあ、基本的にね、選手がいてチームがいてチームがあって、でエージェントがいてって感じだから、もう選手とこうチームの2つの場所じゃないから、いろいろまあ複雑なこととかもあると思うんだけど、まあ、最終的にはね、金とかが高いとか安いとかとかそういうこととか、まあなんかやっぱいろんな事情があるんだよね、移籍ってね。だから移籍に行ってすごい、みんながみんな全部分かるから、移籍したことに関してのなんかこうやっぱサポーターとかファンの方が結構こう言いたくなることもあるけど、本当の事情って分かんない、分かってるのってやっぱチームと本人だけだから、本人ですら分かんないこととかもたまにあるし、だから頭ごなしになんかこう裏切り者とかなんとかとかそういうことはやっぱり言うのもちょっとね、本当にそういう時もあるんだけど、やっぱ難しい問題だよね、そこはね。代理人にやっぱ移籍金狙いで移籍させられたいっていうこともあるだろうし、やっぱみんな仕事だし、それが。うん、だから移籍することがまあ絶対悪でも全然ないし、まあ、だからこそこう金額提示とか移籍金の内容とかっていうのは表に出ないとフェアではないなっていつも思ってるね。あの年俸もそうだけど、なんか日本この年俸だ、ああどうぞどうぞ、この年俸だったらまあこんぐらいで全然許せるよなとか見てる人は思うだろうし、実はもらってなさそうでめちゃくちゃもらってる選手とかも全然いるし、その辺はやっぱりなんかこう分からない一面であって、ファンとかサポーターが勘違いしてることって多分ものすごいあると思うし、なんか結構海外とかって契約年数だったりとかをオープンにしたりすること多いじゃないですか、そうだね。なんかあれの差って何なんですかね、なんかあるんですか、なんなん、日本にもたまに契約年数何年複数年で契約しましたとか発表するチームもあるじゃないですか、あれって何なんですかね、なんかあんのかな、取り決めじゃないけど、まあいろいろ事情があるのかもしれないね、その本人が隠したいこともあるかもしれないし、まあいろいろね、その細かいオプションとかもあったりとかして、やっぱり契約で何試合以上出れば自動的に何年更新できるとか、ほんと細かくそういうのあるから、だから変にこう言えないこととかもあるのかもしれないね。監督が変わればその複数年は解除されるとか、そういうこととかも全然あると思うから、発表できないとこもあるってことですよね、なのかもしれないね。おとといの ACL の試合見ましたかってコメント来てます。おとといはね、日産、ACL になると横浜国際になるのかな、まあ、いわゆる日産スタジアムだけど、まあ、行って普通に現地で見てたけど、まあ、トークショーもやったし、試合前。もっと硬い試合になるのかなって思ったけど、インチョンも、ものすごい攻撃的で、攻撃陣がすごい強烈な外国籍選手もいたから、取り合い、打ち合いになって、まあ、どちらかといったらマリノスの得意としてる試合の流れなのかなと思ったけど、まあ、あの試合に関しては相手の方がこう上回っちゃったかなって感じはするけど。実際に、雄三さんも現役の時 ACL 戦われてましたけど、やっぱ全然違う。ですか、
ピッチ上で雰囲気だったりとか。やっぱね、やり慣れて、ナショナル、あの、日本代表とかの試合とかもそうだけど、やっぱ J リーグでいつもやってる選手たちと相手と、もう一発勝負で全然やってなくて情報もない選手とやるのは全然違うし、ましてやその戦術的ななんかこう驚きってそんなには感じたことないんだけど、だからその身体能力的なやっぱその高いのは分かるんだけど、こんなにも違うかっていうのはやっぱり J リーグじゃ味わえないようなあの強さとか速さとかっていうのは ACL、まあ、韓国だとか、まあ、中国もそうだし、もちろんそのヨーロッパの代表とかのチームとかもそうだけど、もう聞いたこともない見たこともないような選手がフォワードでいて、いきなり190くらいあってものすごい足速くてめちゃくちゃ強くてみたいなやつ全然ゴロゴロいるし、それこそアイスランドとかその辺とか昔そんな強くなかったけど、だからやっぱ世界広いなってすげえ思うし、でもそういう選手がいざ J リーグがスカウトしてきて、でこっちで活躍するかっつったら意外にそういうもんでもなかったりとかするし、だから本当サッカーって難しいなっていつも思うよね。だからこの前のインチョンの11番とかものすごい速くて、なんかマリノスとか来たら活躍しそうだなとか思うけど、そうとも限らないし、まあ、本当にね、なんかこう要素がいろいろあるから、まあ相手チーム無誤者フォワードヴィッセルにいたけど、まあ神戸じゃさっぱりだったけど、インチョン行けばやっぱ活躍したりするし、本当なんか合う合わないあるから、まあそういう意味でも移籍とかをやっぱりこう選手って考えなくちゃいけなかったりとか繰り返すのかなとか思うけどね。いやーそうですよね。なんか見ててもすごい毎回 ACL ってなんか目に見えないっていうか、なんかいろんなやっぱ違いだったりとか、そういうのもあるんだろうなとか思うんですけど、やっぱ実際にピッチに立てた人の声を聞くとすごい、あ、そうなんだなっていうのは。まあね、ACL はでもね、あんまりね、個人的にはいい思い出はないっていうか、全部予選敗退だったし、いい思い出はなかったかな。まあ、本当にアウェーって感じはしたけどね。逆に、代表とか含めて、なんか、良かったなっていうか、いい思い出みたいな、なんか、そういう試合とかあるんですか？海外との試合で。でもまあそういう意味ではそのまだ全然試合出てない時に ACL の位置づけっていうか、まあ、今とちょっとレギュレーションも違うからか分かんないけど、フィリピンのチームとかベトナムのチームとかと予選からやって、まあやっぱり弱いし、そこに若手を使うっていうか使ってくれて試合の、 あの出場のさせてもらったりとかしてる時に、まあ点取ったりとかして、そこでこう今回できるんだっていうアピールができたりとかっていうのはもちろんあの現実あったし、まあ前なんかどっかで話したような気もするけど、ベトナムとやった時に 3-0 で勝ってセットプレーから2点取って、その時監督岡田さんで、で帰ってきたらベトナムからオファー来たぞって行ってこいとか言って冗談で言われて、若い時だから本気だと思ってすげえなんか嫌な思いしたみたいな、なんかそういうこともあったし。まあでも本当に今の話は冗談かもしれないですけど、まあ、向こうの国のスカウトだってそれ注目してますもんね。そうだね。そうだと思う。昔はね、あれだったけど、今はもうタイ行ったりとか、インドネシアとか、日本人結構行ってるし。なるほどですね。あ、先日のトークショー見ました。トークショー系のお仕事多いですけど、緊張とかされますかって質問が。ペチェさん。緊張はやっぱするけど、緊張はそうだね、するね。するけど、まあもう、別にしたところで特になんもないし。なんか緊張するんですね。全然緊張、もういつも緊張、やっぱトークとか一番苦手だし、
好きじゃないから、まあ話し始めたらまあ楽しいんだけど、でもみんなこう楽しそうに聞いてくれたりとか、すごい優しいから、マリサコは。だからもうリラックスして話せるようにはなってきたけど、まあだからこそなんかこう、みんなが喜ぶような話をこうしたいなって思ったりとかするけどね。緊張するんです緊ね。張はもう常に緊張で、今日だっいて緊やい張やいやいで、や、取り違いさんの前でこん絶なしゃべったり対ないです。いやい試合や、の本時当とかも緊張しました？ベテランに差し掛かってた時とかも。に。でもね、やっぱり、その若い時のやってやろう感から守るものになってきた時とか、やっぱり緊張っていうか、やられたらどうしようとか、不安か？緊張っていうか不安かな？まあだからそういうのはね、少なからずあったし、自分の中ではまあやっぱビビったりとか緊張してんなって思ったけど、全然メンタル的に強くないなと思ったけど、でもそれって人とあんま比べられないし、緊張してるしてるっつっても全然本当はしてなかったりとかするやつもいるし、そういう数値に表せられないから、そういう意味では意外に人ほど緊張してなかったのかって思ったりもするし。多分メンタルがね、あまりにも弱かったら、多分そんな長くプロ生活やっていけないとは思うんだよ。本当にめちゃくちゃうまいし、自分なんかよりよっぽどうまいし、能力も高い選手とかもいくらでも見てきたけど、やっぱりどっかメンタルが弱かったりとかっていうのもあったのかもしれない。でもそこは本当に比べられないから、人とは。比べられないし、特にプロの選手ってポーカーフェイスじゃないけど、そういうの見せないじゃないですか。やっぱり相手に悟られちゃいけないだろうし。そう思う。だからなんか、だからこそ、こう、一般社会ではもうなんか、ちょっと、なんつうんだろうな、厄介者になってしまうかもしれないけど、ああいう世界では、まあ、過信っていうか、自分が一番なんだって思えるくらいのメンタル持ってないと、多分やっていけないかもしれない。自分の中でもこうし、同じポジションで自分よりすごいって分かってるけど、認めなかったし、だけどそれが最後の方になってくると、相手をライバル認め始めたりとかして、もうそうなってくると、多分もう選手としては終わりだと思うんだよね、なんか。だから、よく、いや、お前より絶対あいつの方が上じゃん、なんでよくそんなこと言えんなっていうことを言ってるやついるけど、でもそれって結構大事で。それを認めて口にしちゃうようだったら、もうその時点で負け認めてるから、勝負の世界では多分やっていけないのかなって思うけどね。なるほどですね。いい、もうあ高れ、橋、日本あ、どうぞどうぞ。代表、ごめんね、日本代表とかのそのベンチでよく見てることあったけど、まあ、ね、あの当時全盛期のいい選手いっぱい試合出てたけど、ベンチで、やっぱり力がやっぱ劣ったりとか、何か足りないからベンチに座ってる選手がまあほとんどだったけど、自分も含めて。だけど、自分以外の選手は常にこう出てる選手のより自分のがいいってこう見ながらずっと言ってる選手ばっかだったから、なんで俺が出れないんだろうとかっていうことを左からも右からももうずっと言ってたから、本当に。それ本気で言ってんのかって思うぐらい、客観的に見るのは自分も得意だったから、いや、お前負けてるよって思うけど、でもそれ本気で言ってるし、でも、そんくらいのやっぱり気持ち持ってないと多分上にはいけないんだなって思ったね。だから自分が圧倒的に足りなかったのは、選手としてそこが一番足りなかったなって思うか。そのレベルの選手たちと比べて。だから導言い入方者悪いみけたいな感ど、じですぶっ飛んか？でるぐらい。いや、ぶっ飛んでるようなメンタルじゃないと、選手も監督もやられないかもしれない。いちいち気にしてたりとか、やっぱその、ね、ネットでどうのこうのって書かれるのも当たり前だし、そんなのいちいち気にしてるようなメンタルだったら、多分もう上にはいけないと思う。だって普通に考えたら、
そこで勝負に勝ってるからそこに入れるわけだから、うん、どうのこうの言われたってじゃあ悔しいならやってみりゃいいじゃんっていうふうに自分は思ってた。そういう意味では、まあ、もちろん足りないこともいっぱいあったけど、あの試合中のベンチでってことですよね。そんな会話が試合中のベンチでもちろんだから味方を応援しつつも、いやなんで俺出れねえのかな、あの人より劣ってるかなとかっていうのをみんなで言い合って、なんかそんなものずっと多分他人の人のことは多分いやお前劣ってるよってみんな思ってるんだろうけど、自分のことだけは分かってない。でも分かってなくていいんじゃないかっていう、そこはそこで自分のが下だと思ってりゃ消極的になるし自信なくなっちゃうし、だからそのメンタルはねある意味生まれつきなもんなのか培っていくものなのかわかんないけど、あのメンタルを持ってる人は本当すごいと思うし、まあ本田圭佑なんか実力ももちろんあったけど、やっぱりあのメンタルがあったからあそこまでいけたと思うし、あんなねメンタルなかったら俊さんからボール奪い取ってフリーキック蹴ろうとしない人だって。あれ実際ゆずさんもあのタイミングって一緒に代表されてたタイミングでした？いや俊さんのその取り合いの時はまだ入ってないな。だけど圭佑とかがもうバリバリの時に一緒にやってたからもうほんとすごかったし、圭佑慎二岡ちゃんとか、まあ、長谷部長友ウッチーとかもう本当にすごかったよね。なんか国内で試合やるときとかももう自分をバスとかで一緒に乗ってるだけなのに、なんか芸能人にスーパースターになったんじゃないかっていうくらいもうなんかすごかったし、やっぱ今ちょっとなんかスーパースターっていうかいい選手ものすごい多いけど、ちょっとなんか人気がみたいになってたけど、多分あの時は一番人気あったんじゃないか。だけど試合出てるその11人に近い選手とベンチに座ってる選手とのその格差みたいなのはもうとんでもなかったけど、もうサッカー界の利益を全部その数人で取ってたぐらいの多分勢いだ。そんな感じだったんですね。いやすごかったよ。だってなんかそれを間近で見れただけでもあの当時は憂鬱だったよ。そりゃだってマリノスで試合出てね、マリノスでそれなりに活躍したから代表とか入れるわけ であっち行ったら雑用みたいなのしたりとか、年をもう30ぐらいで年下が活躍してやっぱそういう葛藤みたいのもあったし、時差ボケしてコンディションが落ちてこっち帰ってきたらパフォーマンス落ちたりとか、もう引退してよとかどの口が言うんだって感じだけど、活躍もしてないやつがなんで引退なんだって感じもするけど、代表引退しますって本当に言ってやろうかと思うくらい結構憂鬱だったし、マジで選ばれたくないぐらいの感じだったけど、まあ、考えればものすごい経験、いろんな経験できたし、まあそういうメンバーとブラジル行ったりとか、ね、いろんな経験できたのはすごい財産だと思うけど、ね、そんな風に思ってたんですね代表の活動。まあだからね、自分がそこが足りないところでみんなはそれを蹴落としてこうレギュラー取ってやろうとかそういう風に多分思ってた選手ばっかだったんだけど、自分はもうなんかもうマリノスが好きだったしマリノスで活躍するのが一番だと思ってたから、でもあの代表入るのって拒否権ないから、うんうんうん、強制的にその引退とかするしない限り行かなくちゃいけないから、だからもうなんか理由つけて休めねえかなとかちょっとそういうことを思ったこともあって本当に、行けば2週間3週間とか拘束されてね、ホテルから出れないとかそんな当たり前なんだけど、それでね向こうで試合して充実してりゃいいけど、サブで練習ばっかやってで時差ボケしてで時差ボケ治ったと思ったら日本帰ってまた時差ボケしてみたいな、うん、やっぱ本当にねきついっていうか、だから全てにおいて経験をしたものって強いと思うんだけど、そういう経験できたのもすごい良かったなっていう、もちろん代表でバリバリレギュラー取ってその経験っていうのは一番だと思うけど、出れない人の気持ちとかその大変さっていうのもまあ分かってるつもりだし、それはまあマリノスでも同じことだけど、やっぱりずっとねまあ
名前あれかもしれないけど、ボンバーとかなんてもうずーっとエリートっていうか、ずーっと超一流で試合で続けて、で最終的に最後の1年ぐらい、まあ怪我とかもあって試合出れなかっただけで、本当に最後の最後まで力あったしってなった時に、じゃあ終わった後に出れない人の気持ちってじゃあ分かるのかって言ったら、本当に分かるかどうかも分かんないし、そういうのって何事でもやっぱ経験しないとこう言えない言葉とかっていうのもあると思うから、それはすごい良かったなと思うけど。いやー、なんか僕からしたら、はるか上の憧れの日本代表の栗原雄三っていう、あの当時見てて、まさかそんな風に思ってたなんて思わないから今そう思ってた選手も何人かいたんですかね、雄三さんと同じように。あのね、まあそうね、今現役だからあんま言っちゃいけないかもしれないけど、本当にその、あ、そう、現役だからあんま言わない方がいいな、それ。まあある現役のまだねやってるそこそこベテランの選手がいるんだけど、もう本当に選ばれるの憂鬱で、怪我したふりしたりとか、行かなかったりっていう選手、そいつだけはまあ、その話はしたことある。ユーザーさん、結構代表活動中、誰と一緒にいる時間が多かったんですか？あのね、ちょっと下がだからその辺のね、バリバリの年のやつらが試合出てるやつが多くて、で長谷部なんかは同い年なんだけど、長谷部とか川島英二とかっていうのは、まあ、ワールドユースとかの代で一緒なんだけど、あんまりね、なんかこう自分も行き始めたのは30歳前後ぐらいだったから、もういい大人になってるから、あんまりそこからベタベタしてることもなくて、逆に言ったらなんかわかんないけど、ベテランでコマちゃんとかコマノとか前田良一さんとか、あの辺から健吾さんとか、なんかね、上の人がね結構仲良かったんで、まあ、あとね、仲いいってわけじゃないけど、そのベンチとかでよく話した井ノ葉とかはもう同じポジションだったから、結構ね、いろいろ話したりとかもしたし、まあでもなんかもういい年だったから選ばれたのが、代表で活動以外でじゃあプライベートで飯じゃあ帰ったら行こうよとか、そういうことはほぼなかったな。いや、もう一刻も早くもうそのメンバーが離れたいっていう、なんか嫌いじゃないんだけど、なんかね、本当は仲良くみんなとしたいんだけど、その時間が結構憂鬱な時間でもあったから、もう一刻も早く離れたいっていうのは結構あったかもしれない。なんかよく芸人さんがなんかコンビで仲悪いとかっていう、なんかプライベートで あるし、自分はなんかマリノスの選手とかとはめちゃくちゃ仲良かったし、飯もよく行くし、もう別にプライベートも仕事も本当一緒にやってたけど、代表はなんかそういう感じだったな、自分は。ちょっと他人じゃないけど、まあやっぱ上だ、なんだろうな、存在がもう圧倒的に彼らのが上なんだけど、年はちょっと自分のが上だしみたいな、絡みづらいし、こっちも絡みづらいみたいな、典型的な、なんかだからまあ全然話すことは話したけど、あんまり別に仲良し小良しでやってた選手はいなかったかな。いや、すごい貴重な代表エピソードでした。なんでその話になったの？なんでですかね。視聴者数も100人を超えて、お、いや、すごいな、ありがたいですね。さすが映像さんのパワーです。いやいや、なんもないよ、パワーは。あの、後輩の比嘉さんが TikTok で暴れてますってコメント来てますけど、あいつは何に向かってんのかよくわかんないから、昔から。なんかこう、いいっちゅうか、かっこいいと思ってるのは人とちょっと違うから。もうあいつもだってそんなこと言ったってもう34号でしょ？そうっすね。年であれしちゃいけねえけど、TikTok とかやってるような年なんか。いや、
比嘉さんが TikTok で急に出てくると結構ヒヤッとしますもん。ヒヤッとっていうかなんか、めちゃくちゃ酒飲んでるから。背負ってるもんがないからね、彼は。いや、なんか。いい意味でも悪い意味でも。いろんなキャリアがあるんだなっていうふうに、比嘉さん見て。いや、本当ね、頑張ってるし、めちゃくちゃいい、本当にいいやつなんだけど、本当にいいやつなんだけど、ちょっと人と違う感性を持ってるっていうか、すごいいい言い方すればそうなんだけど、悪い言い方すると、もう何も考えてないっていうか、なんか、もう何やっても OK だと思ってるから。まあでも、なんか、みんな一緒じゃないといけないっていうよりは、そういう個性があった方がいいっすよ。全然いい。うん、そういう時代だし。それはもういいし、まあ、だからこそなんかこう目に見える結果っていうか自分が満足っていうか幸せになるような充実したこう人生を送れてる人がまあ勝ちなんじゃないかなとは思うけどね。あの代表の話になりましたけど、あの李忠成選手が引退発表されましたけど、うんうん、何かやり取りとかあったんですか？やりとりっていうかね、自分もインスタでね、なんだ、知って、で、そのね、引退した直後くらいに自分の誕生日だったから、兄さん誕生日おめでとうございますって LINE で来たんだけど、いや、その前にお前引退らしいじゃんみたいな話になったんだけど、お疲れ様って言えて、もうこれからもう選手じゃないんで、いっぱい飲み行きましょうみたいな言ってたけど、いや、選手の時から結構飲んでたじゃないかとか思って。まあでもよく頑張ったよね、あの年まで。いや、そうっすよね。何歳ですか、今。38かな、2個下だから。まあ、本当にね、彼もサッカー大好き。本当に大好きな、選手だったから、もうこれからもサッカーに携わっていくのは間違いないと思うし。まあ、やっぱなんだろうな、カリスマ性っていうか、やっぱなんか持ってる、人引き寄せる、なんか持ってる、引きつけるもの持ってるから、まあ、多分辞めてからも、うん、いいサッカー関連でなんかこう、あれを送っていけんじゃないかって、個人的には思ってる。ゆうさん。ん？今日視聴者の皆さんにも。うん。サプライズを用意してまして、うん、今登場していただいてもいいですか？ああ、誰かが来てるってこと？はい、登場します。はい、名前だけ見えちゃった。ちょっと今、多分接続してるんで、うん、あ、クリアさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お酒飲んでます？お酒飲んでないし、今仕事から帰ってきたとこです。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。サプライズです。すごい合ってるこれで、ホリチ合ってます、合ってます。あ、すいません。改めておめでとうございます、誕生日。ありがとうございます。はい。おとついやったけど。そうだね。おとついヤジさんで、昨日僕です。あ、そう。うん、リレー、ついに3人集結できました。あ、よかったよかった。いや、40歳ですね。あ、続けてください。大丈夫です。もうこれだけ。一言言いに来ただけなんで。わざわざありがとうございます。お忙しいのに。コメント欄が非常に盛り上がりました。大丈夫俺で。懐かしい、懐かしい、やじやじっていっぱい来たんです。いや、ちょっと覚えてくれてる人が一人でもいれば十分でございます。いや、一人でもみんな分かってる。ヤジさんとユウゾウさんは同い年ですよね。同い年。うん、同い年。いやいやいや、ちょっとサプライズで。それだけ。いやいや、そう。
昨日いきなり連絡来て。急だ。俺だけなんや。え、そうです。いや、ちょっとどうしようかなと思って、なんか雄三さんにも視聴者の人にも喜んでほしいなと思って、いろいろ考えてて、あ、ヤジさんしかいないと思って。いや、そんなことはない。そんなことはないで、謙虚に、いや、俺でいいのって一応聞いたね。やっぱ同級生エピソード引き出せるかなと思って。ああ、まあエピソード言えるエピソードもないけど、まあ実質でも2年やからね、同じチームでやったのは。そうか。うん。そうはね。そう。だから14チーム。ん？14年15年か。14年15年か、うん。そう。だから実質は2年やけど、そっからずっとやっぱり。うん、頻繁に会うのは雄三ぐらいかな、俺も。そうかね。俺はね、うん。その、同じチームメイトになる前までとか、全然交流とかなかったんですか？一回だけあったから、なんか、雄介、田中雄介が、うん、あの、ちょっと飯食ってるところに一回顔出しませんって言って、雄三くんいるんでとか言って、うん、なんか絶対気合うんでみたいな。まあでもそれは間違ってなかったんだ。そう、間違ってなかった。そう、なんかね、そうだからすんなり、ちょっとだから移籍する時も、まあ兵道が知り合いでいたけど、うん、なんか自然と兵道も言うぞと仲良かったから、うん、うん、行った時から加入するちょっと前ぐらいから連絡取ってやってたな。そうね、うん。まあ、自分のね、同い年がマリノスで1年目からテッツしかずっといなくて、うんうん、で、その年くらいにいきなり、ジュンゴだ、ヤジだ、藤田とかが来て、うん、5人くらいになって、急に騒がしくなるんだけど、さっきも代表の話のところで言ったんだけど、やっぱね、30くらいになってからね、ほぼ面識ないような状況でね、うん、会うとね、意外によそよそしくなっちゃうんでね。そうかもね。うん、で、まあ、純吾はもちろん自分は中学校一緒チームだったし、うん、だけども、そっからこう、純吾は違う道で頑張って、活躍して戻ってきて、まあ、ちょっと不思議な感じもあったし、ヤジ、うん、は対戦した、してるっていう意味では、多分一番こう、同い年で、うん、面識っていうか、その、関係性的にはプライベートで会うとかじゃないんだけど、試合では一番相手にしてたし、でその実力もしてたし、藤君が一番なんかこう J2 でずっと来てて、うん、同い年だよねみたいな、うん、知ってるよねって感じで来てた、うん、一番絡みづらかったっていうか。それはまあ、うん、性格もあるかもな。うん、向こうもそうだし、うん、俺はそんなにそういうの意識するタイプじゃないんだけど、やっぱりどうしても、うん、マリノスにずっといる人間だし、うん、まあ試合ももちろん出てたから、うん、富士とかは多分気使ってきたと思うし、あ、だからまあそんな気使いながらもうなんか2年くらいあっちまい過ぎて富士がいなかったけど、急に騒がしく5人になったから嬉しかったけどね。なんか同期会とかやつだよ。同期会とかね、やったりとかね。そうそうそう、確かに同期会とかあったんですか？なんかあれやね、講師のね、そう、うん、自分らで企画したんじゃなくて、そう、解放誌の企画で。なるほど、なるほど。だから盛り上がったかどうかすら覚えてないけど。覚えてないね。焼肉屋でね。焼肉屋でやった、ね、うん、そうだね、難しいな、うん、確かに年取ってからチームメイトになって、俺、富士同じかもしれん、まあポジション持ちも同じやったとかも多少あるかもしれんけど、うんうん、まあ、うん、年齢近い人と仲良くなるっていうか、まあプライベートとかサッカーの、うん、へのスタンスが近い人と仲良くなるようなこう年齢やったかな、多分、うんうん、そうだね。あとは一つは、そのあのくらいの年代の時に自分より上の人でプライベートで後輩連れで飯行ったり飲み行ったりする選手ってもうすでにいなかったんだよね。マリノスね、うん、そう、マリノスで、うん、自分が一番上でそういうのやってたから、うん、だから逆に言ったら
ヤジとかは一緒に飲み行ったりとかよくしたけど、うん、藤君とかは多分こっち側に入ってこなかったよね。うん、そうね、うん。だから逆に言ったら新しく帰ってきた若い子たちとかは一緒に行ったりとかしたから、すごいね、なんか、うん、そうやな、なんかもう本当にみんなに好かれて、まあさっきちょろっと日賀の話出たけど、日賀とかともね、かぶってて、なんか日賀と一緒にやってんだよね。日賀は俺の2年目にレンタルから帰ってきたけど、まあ毎日一緒にいたな。そうだね、昼飯、あの練習終わった昼飯、練習終わった昼飯、うん、楽しかったよね、本当に。ね、当たり前のように毎日会って、練習サッカーやってって感じで、その時は何も思ってなかったけど、うん、やっぱりね、その後ね、ヤジとかいなくなって、どん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 こう、世代の近い選手もいなくなって、仲いい選手もいなくなっていって、うん、やっぱ練習するんでも、やっぱそういうもんじゃないんだけど、やっぱつまんなくなっていったような気もしたし、まあそんな感じはあったな。そうね、俺もまあサッカーはうまくいかんかったけど、楽しかったは楽しかったな、やっぱマリノスは。うん、楽しかった、ね。人間関係的なところは。そうだね、仲悪いこともないし、ギクシャクしてることも全然なかった、うん。まあ元気だったよね、うちはね。まあそうだね。もうなんか40になって、もう十分くたびれたね。確かに、ちょっとくたびれてきた。あの今日視聴者の皆さんに雄三さんの爆弾話引き出してくださいって言われてるので、あのちょっと前半戦のバースデー配信はちょっとここで一旦終わらせていただいて、ちょっと番外編の配信に移らせていただいて、ちょっとそちらでさっきヤジさん話せないことばっかだって言ってたんですけど、まあ、その中でちょっと話せるものを振り絞っていただいて、そうスペシャルなトークをお届けしていきたいなと思います。はい。ゆうぞさん、改めて、はい、40歳、誕生日、おめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。視聴者の皆さんも、ありがとうございました。たくさんゆうぞさん、おめでとうってメッセージいただいて、ね。ありがとうございます。本当ありがとうございます、いつも。じゃあ、ゆうぞさんの誕生日配信は、ここら辺でおしまいにさせていただいて、番外編の第2部の方に移りたいと思いますので、なるほど、皆さんそちらもぜひご視聴いただけたらと思います。お願いします。はい、じゃあ一旦こっちの配信は終了します。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。